イスマエル・バルデス・アルバレスは、メキシコのタマウリ・パス州、シウダー・ビクトリア出身の元野球選手。MLB 時代の通算成績は104勝105敗、防御率4.09、脱三振1173。17歳の時にロサンゼルス・ドジャースのマイナーに入団、3年後の20歳の時に、ドジャースでメジャー初登板を果たした。 1995年にはシーズンを通してマイナーに、降格することなく、13勝11敗、防御率3.05、脱三死250を記録した。1999年12月12日に、ペリー・アダム・スタニ選手とのトレードで、エリック・ヤングと共にシカゴ・カブスへ移籍。2000年7月26日に、ホルヘ・ピエドラ及びジェイミー・アーノルド、キンセントのトレードで、 フルス・ドジャースへ移籍。同年10月30日に FA となる。2001年1月4日にアナハイム・エンゼルスへ FA 移籍。同年11月5日に FA となる。2002年1月28日にテキサス・レンジャースへ FA 移籍。同年8月19日にデリック・バン・ドゥーゼン及びジャーメイン・クラークとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍。 同年10月29日に FA となる。2003年1月20日にフルスレンジャースへ FA 移籍。同年10月26日に FA となる。同年12月18日にサンディエゴパドレスと契約。2004年7月31日にトラビスチックとのトレードでフロリダマーリンズへ移籍。同年10月29日に FA となる。 2005年1月6日に1年契約でマーリンズと再契約を結ぶ。10月27日に FA となった。2013年メキシカンリーグのキンタナロータイガースに入団し現役復帰を果たした。ありがとうございます。